ゴーストリコンワイルドランツ続きや、続きではないですね関係ない話をしながらゴーストリコンワイルドランツ、やっていきましょう。ですね、ヘイスリー、ヘイスリータイマーセット。時間を指定してください。20分。はい、セットしました。そわそわしてしまいます。はい、そうしましたらですね、今日のお話はですけども、今日は、タイトルには入れると思うんですけども、ざっと、ケチャップの話って多分タイトルに入れると思うんですけどね、ケチャップについてお話を したいと思うんですけども、ヘイスリー。あ、その前に、タイトル、あれかな、割とですね、最近というか、今は当然、アメリカ、お寿司ってありますでしょ、お寿司をこう、召し上がるときって、お醤油つけますよね、皆さん。塩で食べる方とかいらっしゃいます思うんですけども、そこはね全然あれなんですけども、かつてアメリカで20年ぐらい前にこのいたことがある方の、そんなにお寿司別に昔からってそんなめちゃめちゃニアロールとかしかなかった頃というか、そういった頃はまたお話がまた変わってくるとは思うんですけども、その頃のね、アメリカとかでにいらっしゃったことのある方の中では聞いたことあるかもしれませんけども、かつてあくまでも噂なんですけども、真実とは違うとは思うんですけども、アメリカの方はですね、お寿司を食べるときに、ケチャップをつけて、食べるっていう噂がですね、まことしやかに、ささやかれてた時期があるんですね。都市伝説と思っていただけた方がいいのかな。というわけで、ちょっと日本人の感覚からすれば当然、っていう感覚だし、アメリカ人の方、実際には、実際につけて食べてる方もいたのかな。そこら辺はちょっと謎ではありますけども、まずは噂の出どころというか、実際に海産物にこうつけて食べるソースっていうのがありまして、カクテルソースっていうんですけども、シュリンプカクテルにつけるソースがあるんですね。でこれはですね、作り方はすごく簡単で、ケチャップに、レモン汁、レモンのジュースになってる濃縮されたやつ、ポッカさんのものでも全然いいんですけども、もしくは普通にレモン、生レモンを絞ってもいいんですけども、ケチャップにレモンと、あとホースラディッシュ、西洋わさびですね、なければ普通の和わさびっていうのかな、普通のわさびでも全然いいんですけども、でわさびは風味付けになりますので、そんな辛くなくはないですけどね。
辛さを足すんだったらタバスコを、少々、足したものが、カクテルソースっていう冷やした茹でるのかな、茹でるまで行くのかな、ちょっと湯通しとかそのくらいかな、で氷につけて冷やした気をつけろ、直でやる、兵士が2人見えつけないと思いますけどね。まあ、で冷やしたエビ、まあ、車エビとか、割と良さげなエビにつけて食べるとすごく美味しいんですけども、もしくは、生牡蠣もレモン絞ってそれだけで食べるっていうのももちろんよくありますけども、カクテルソースつけて食べてもまあ美味ですね。すごく美味しいんですけども、まあ、そういった、ソースがありまして、でこれは試していただくと分かるんですけども相当うまいですね。でカクテルソースの分量は正確な分量ってよく分かんないんですけども、まあ別に味見しながらなんとなくこう まあレモン絞って大体、まあケチャップにレモン絞ってでわさびこう混ぜるくらいなやつに分量もヘッドクレもっていうところあるんですけども、そんな難しくないんで本当味見しながら混ぜていただければと思うんですけども、とレモンのそのパックに入ったものというか、そういうチューブというかね、そういったものがこうあったりするから、もうそれを混ぜるだけの話なんで、でもう自分の分量で作ることの方が多分多いと思うんですけども、でまあおそらくはですね、このソース、カクテルソースをこう使ってたのを見た日本人がケチャップをつけて、寿司を食べてるんじゃないかっていうふうに勘違いというかね、をしたのじゃないかっていうふうに、思っているわけなんですけども、これは海産物本当何でも合うし、まあ、海産物じゃなくても合いますけどね、でどんな調理法でも多分合うと思うんで、これは一度とりあえず、試していただいて、ところでなんですけども、ここで Hey Siri、ケチャップについて教えて。あれ Hey Siri、 ケチャップについて教えてください。なんでケチャップが出ないんだ。 Hey Siri、 俺たちに気づいて逃げやがった。ケチャップ、次回はこうならないようにするぞ。ヘイスリー、プとは野菜、キノコ、または魚などを原料にした調味料、トマトを用いたものはトマトケチャップと呼ばれる。そう、ですね、もともと今最初のところで、言いましたけども、魚などを用いて、野菜、キノコ、または魚などを原料にした調味料で、トマトを用いたものはトマトケチャップと呼ばれるということで、もともとのケチャップ実はですね、まあ今現代ケチャップはほとんどトマトケチャップ、特に注釈がなければトマトケチャップを使うことが多いんですけども、もともとはですね、いわゆるケチャップという語源そのものも魚醤、魚で作った醤油なんですよ。いわゆる、つまりですね、これもともとというかケチャップっていう、まあ、放浪語ってどこの言葉ですかね、台湾か、
で語源はその醤油とか醤油の元ですよね。醤油が今大豆でこう作られてますけども、そう大元は、魚同じようにこう魚とかから作った、調味料から、醤油がこうできてくるわけなんですけども、だから元々は大元はだから一緒、あのトマトケチャップも醤油もこう一緒で、最初は、魚とかからこう作ってたものを、まあ後にそれ以外の素材から、作りましょうというふうになって、作りましょうって別にな、あの何かが原因でってことはないですけども、まあ多分手に入りやすいもので作ろうとしたってことなんでしょうけどね。まあ味もそうでしょうし、まあ、もしくは、ソースを開発するみたいなところでこう出来上がってきたと思うんですけども、よしみんな無事か。なのでこれが例えば日本とかだったら、大豆からこう、大豆を発酵させて作ったりとかで、これが、アメリカケチャップの元ってアメリカなのかな。まあアメリカとかだと、材料に、まあ、トマトを使ったと、使って調味料を、開発したというソースっていうものをだから、まあ、勘違いを しないまでも したにしてもしてないにしてもですね、ケチャップの語源そのものがもうだから醤油と一緒のとこにあるんで、だからケチャップを使ってそのお寿司を食べるっていう風なあれでも、そもそも言葉的には間違ってないというか、まあケチャップそのなんていうのかな、まあ言葉的には間違ってないわけですよ。その普通に醤油を使って食べる食べ、まあ醤油でも、まあ、ケチャップでと言ってもこう、まああながち間違いではないですし、まあそれを使って醤油ケチャップ醤油を使って食べることをケチャップをつけて食べるっていうふうに言ってもまあねおかしくないわけですよ実は。だから実際にはだからあれですよね、まあ、僕はそのカクテルソースを使って、寿司をお寿司食べたんじゃないかっていうふうには思ってはいるんですけども、もしかしたらどっかでこの伝え間違って、だからその醤油そういう意味ではもしかしたらそっちの可能性っていうのもゼロではないと。真実は闇の中ではありますけどね。まあでも本当にケチャップをつけて食べた可能性もありますけどね。でこの間、まあ、全然それともちょっと全然じゃないか関係はないんですけども、この間明太子がありまして、で思い立って別にこの話をネタにするとかそういったことじゃなくて、別にそのお寿司にケチャップをつけてみようっていう話ではなくて、全然関係ない感じで明太子があったんですね。からし明太子、普通のね、普通のじゃないな、ちょっと美味しめなやつ普通よりも美味しめなやつ、なんならむしろ。でそれにたまたまケチャップがこうありましたんで、ちょっとつけて食べてみたんですよ。そしたら意外と合うのね。これでも多分先入観持って食べたらすごくなんていうのかな、合わなそうなイメージだし、まあ口の中で、戦っちゃうかもしれないんですけども、
結構ねケチャップ最近いろんなものにつけて食べてるんですけども、悪くはないというか、ケチャップがケチャップになった段階のもので想像してこう食べるといろんなものに合いにくくなるとは思うんですけども、ケチャップの、原材料を分解して想像してもらうと、基本的にはトマトと、まあ、酢でしょで出来上がってるものなので、そうやって考えたらトマトをつけて食べてるみたいなもんじゃないですか。そうやって考えるとね、意外と別に普通に合わないこともないかなっていう、それは別になんかもしかしたらお寿司になってそのままつけて食べてもトマトでしょ、トマトとだから酢でしょ、別に何につけても意外と合うような気がするんですけども。でケチャップで言うとやっぱりほらハンバーガーとかポテトとかそういったいわゆるちょっと濃いめの、味が繊細じゃないものにつけて食べるイメージの方がでかいですから、そういった感じでこう捉えちゃうとなんか想像で合わないなというふうなイメージになるかもしれないですけども、もともとそのでも野菜であり果実であるところのトマトなんで、まあさっぱりなものがもともとに大元にはあるんで、使い方を間違えなければ多分そんなねいろんなものに合わないわけではないと思うんですよ。なのでまあちょっとその機会があったら僕自身ちょっとお寿司にトマト、トマトじゃない、ケチャップつけて食べてみるのもまあありかなと、ちょっと思っているところなんですけども、まだやってないですけどね。まあ、それでもまあ、レモン、混ぜて、カクテルソースにした状態で食べるのが一番、いいかなっていう気もしますけどね。まあ、カクテルソースについては本当にあれはもしかしたらエビとかの食べ方の中では一番美味しい食べ方かもしれませんので、ぜひこれを見かけたらというか、まずレストランに行ってシュリンプカクテルっていうのが、を見かけることがあったら、まずそこから試してみてください。もう忘れずにやってもら食べてもらいたいなと思うんですけども、食べたことない方、特にソースもちろんソースだけでももちろん美味しいですし、ソースとエビが組み合わさった時の味っていうのは、まあ世紀の大発見レベルで美味しいと思うんで、まだご存知ない方は、一回召し上がってください。で、そっから、話はそっからですよ。そっから、ね、そのカクテルソース、まあ、アメリカとかだと、もう、本当にメジャーな、ソースというか、単純にケチャップとレモン、を見かけたら、こう、混ぜて食べればいいだけなんで、それはね、どこの多分レストランでも、できなくもないやつだし、ファミレスとかでも、そういったあれを見つけたら、ぜひ混ぜていただいて、まあ怖がらずにこう何でもつけて、召し上がっていただくといいと思うんですけども、まあ海産物とか何でもイカのね、まあ最初はちょっとおっかなびっくりだったら絡まり、イカフライみたいなやつとかね、そういったものにつけていただいてもいいですし。で、癖になってきたらいろんなものにつけて始めたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。というわけで、今回話としてはカクテルソース、いや、やっぱケチャップの話だな、というわけで、今回の、ゴーストリコンワイルドランス関係ない話いかがでしたでしょうか。こういった話がいっぱいこう増えてくると、いいなって自分でも思ってるんですけども、があれば
では、今回ここまでしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒューエでした。バイバイ。